面白さっていう答えにたどり着くにはどうやって書けばいいのかとか、もっと面白い表現があるんじゃないかなとか、ああでもないこうでもないっていろいろ試行錯誤して、なんかこれだっていう流れを発見できた時が一番楽しいみたいな、その過程で自分も成長できますし、漫画って楽しいですね。こんにちは、漫画を描いてます、平西みえりです。普段は彼女ができない女っていうエッセイ漫画を描いてます。今回はモテない主人公が生まれて初めて女の子とキスをする話を描いていきます。この話が出来上がる様子をぜひご覧になってください。その前に、この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。動画が作れるのも読者様の支援のおかげです。いつも本当にありがとうございます。これからも頑張って漫画を描いていきます。それでは、Are you ready? まずはネームを描いていきます。ネームは小回り、セリフ、キャラの配置などを決める作業です。完成原稿の設計図みたいなものですね。頭の中にある描きたいものを紙に落としていきます。なんか違うな。なんかもうちょっとインパクト、大ゴマ使いたいけどページの余裕がちょっとない。これのページ増やしたくないな。最初この話は5ページになる予定でした。でもそれだと大事なキスシーンがどうしても小さいコマになってしまいます。とはいえページを増やしすぎると締め切りに間に合いません。結局この話は2ページ増やすことにしました。コマリアリンス、アリンス、コマリアリンス。こんな感じかな。さっきは結構ちっちゃかったけど、この大ゴマがちゃんと大きくなった。大事なシーンだからね。コマのサイズがだいぶ変わりましたね。インパクトもかなり増しました。見えますかね。ズームズームズーム。こういった感じでとってもラフなあの絵を描き込んで、これが全ページ分終わったんで、こんな感じですね。ちょっとこっちの傷シーンはね、もうちょっとあのアングル変えてドラマチックな感じにしたいんで、まあそれは後々書き直します。多分このコマが今回一番難しいコマだと思います。大事なシーンなんだね。ネームに満足したので線画作業に入っていきます。とりあえず埋める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 。このコマ描き始めたけど何か違う。なんかこのコマからこのコマでキスって結びつかない。これ消して、ちょっと描き直します。
今調子がめちゃくちゃ悪いです。何ですかこれ。案外もたつくかもしれないです。やっとこの1コマが書けました。いやーでもね、まあまた後で直すかもしれないけど、これで一応見せられるぐらいの絵にはなったかと思います。これふって吹き出しのっけて1ページの線が終わりました。だいたい作がちょっと狂ってるし直さなきゃいけないとかあるけど、これから10分ぐらい休憩入れて次のページやります。キスシーンなんですけど、もうちょっとねパスとかで威力をつけられればいいんだけど、このシーン頑張って描いていきます。今回の山場のキスシーン、パスをドラマチックにして読者様の印象に残る場面にしたいけど、慣れてない構図だからかなかなかうまく描けません。そこで取った解決案はこちら。この2枚を合成し合わせたら自分でキスシーンができるという、一人二役。なんと悲しい。そしてこれをなんかトレスして、そしてキスシーンを描いてきました、今回は。いやー、もうほんとなんとも言えない画像ですね、これは。携帯でドラマチックな写真を撮って合成をすることでキスシーンが完成しました。やっててちょっと悲しくなったけど、いい仕上がりになりました。こういうセリフ見えますね。このフォントじゃダメだからフォントも変えていかなきゃいけないんですよ。例えばこのセリフはこのフォントとかいいかな。変えたらこんな感じになるんですよ。これが変えた後、これ変える前ね、だいぶ変わるから雰囲気とかが、でサイズとかも変えていかなきゃいけないから、線画やりながらも変えていきます。これは翻訳作業、翻訳めんどくさい。でも他の人雇ってたらなんか気に入らないんですよね、質が。めっちゃ複製して、そしてこれのセリフを一つ一つ書いていく。はい、今11時50分ですね。ほぼほぼ終わりました。コマは全部埋まりました。服の柄とか入ってないとこあるけど、まあ一応問題なく読めるから、一応完成っていう感じで、この買うのはしたかったけど結局時間なかったんで、一般公開までにはこれを全部直していきます。よし。頑張った。修正点見つかった。修正点っていうかセリフが読みにくい。セリフ読みにくいんで、よいしょ。よし、ハトレアップロード終わりました。これでツイッターの方で宣伝を12時ぴったりにします。11時57分ですね。これちょっと携帯でやった方がいいな。11時59分急げ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 、よいしょよいしょよいしょ、着いた。終わったよ、頑張ったよ。こんな感じですね。原稿が完成しました。いかがでしょう。ネームから完成原稿までこんなに変わりました。今回は修正作業をお見せすることはできませんでしたが、ビフォーアフターでこんなに変わります。もはや別人。締め切りが来るのでやむを得ずビフォーの状態で公開することがありますが、やっぱり避けたいですね。
時間の管理が上手くなりたい。地味な作業もたくさんあったかと思いますが、自分が漫画を作る上でどういうことをしてるのか参考になってたら嬉しいです。あと念のため言っておきますが、他の作家様は自分とは全然違う手順を踏んでる可能性が高いです。あと自分はそこまで背景にこだわってませんが、すごくこだわる作家様もいますし、そこは個人の好みだと思います。漫画をこういう風に描かなきゃいけないっていうルールはないので、楽しんで自分がやりやすいように描けばいいんじゃないかなって思います。前回の動画で使ってる道具に関して質問をたくさんいただきましたので、今度仕事場ツアーを撮影しますね。動画は漫画や会社の合間に編集してるので更新が遅くなってしまいますが、頻度ではなく質を優先して上げていく予定なので、気長に待っていただけたら嬉しいです。それではお互い頑張りましょう。お疲れ様です。